せませんね。プロットで。誰にも帽子取れないよ。言ってないね。バラドクさんと。あ、大丈夫です。お互いの意思が一致します。というわけで、こちらのお題で2分間スタートです。聞いてさ。カンナで1ミリずつ曲マドキさん、あのペガサスが建てたトゥーンハウスがダメージを受けず全然劣化しない。カートゥーンに出てきませんからそういうシーンは。はい、で君てさん大苦戦です。この回答を携えてる。あの闇のゲームだっつって空に暗雲が立ち込めてきて真っ暗になった時に近隣住民から日照券返せって怒られた。ライフが起こしたことっていうのはみんな分かってるんだ。育成するシーンがない、バトルマンがないよ。あ、パラさん、あの主人公が建築するのに1000年かかれると言われている千年建築サグラダ・ファミリアを完成させた。ピーターさん、家を作るときにやる建前で餅を巻いて一網打尽です。残り1投です。もう名シーンでも何でもなくなっちゃったんですけど、原作者があの大工たちにあの政治的なメッセージを言わせて炎上していた。大体の漫画にあるやつ、君てるさん。トレーニングして強くなる。好きなのそれが現世に立ち返っている。ふざけすぎている投入師。ふざけすぎている投入師。これで話題にスタートです。牛自体を赤に塗って鏡を見せている。はい、キミテルさん、馬を愛してる。牛がどうでもいいから殺してるんだね。あのマッハ3ぐらいで動いて赤方変異して赤く見せていた。闘牛士やってる人じゃない。君瀬さん本当にこうしたってやってる。はい、パラドクさん、
闘牛やっといて終わった後会場の外で牛さんかわいそう募金を集めていた。ふざけてた。はい、桐田さん、ステップをラッキーから学ぶ。フリーズしちゃったな。どうコメントしてるか分からないので、桐田さんは大変たまにこういうことになる。はい、では残り1投。体をすぼめておいで。パラドクさん、会場にも行かず当日キャンセルして、でもなんか心であったのか家でトマトを食べて。何食ってないよ。さあ、では参ります。では君てるさんが面白かったので拍手お願いします。パラドクさんが面白かったので拍手お願いします。